深海池は、かつて、川地国に広い範囲で存在した大きな池。江戸時代に行われた大和川の付け替え工事と、神殿開発により消滅した。太古の昔、かつて、大阪湾は、現在の大阪平野の奥深くにまで入り込んでいた。しかし、淀川水系や大和川水系から流される、大量の土砂により次第に縮小し、淡水湖化して、川地湖に、 さらに縮小して、中世には北東側に深の地、南西側に深海地という二つの大きな池となっていた。北から流れてくる根谷川は深の池に注ぎ、南から流れてくる温地川と吉田川は深の池に、岸江川が深海池にという流れであった。これらの水は深海池の生誕の特案から放流され南西の放出に向けて流れ、 そこで大和川の二つの主流である長瀬川と、楠木根川が合流する形であった。これでは当然水量が多く、この付近では洪水が頻繁に起きていた。特に深海池の出口である特安では河川によって運ばれてきた砂が堆積し、よく洪水が起こっていた。そのため、明暦元年に吉田川、恩地川、根屋川筋四十二河村の申し立てによって、 徳安から西の今吹くまでまっすぐの運河が掘られることとなった。これが徳安維持である。漢文元年には深海池の中に包みを作って、六号維持の水路を改作させ、間もなくその北側にも同じように五海維持を改作している。中神兵衛らの尽力により、宝永元年に大和川の付け替え工事が行われた。その結果、深野池や 深海池の水量が減少し、開墾が行える下地が作られた。宝永2年、山和屋六兵と昭屋長兵が落札した、開発利権を、河野池前衛門宗都市が譲り受け、伊勢から農民を入植させて開墾が行われ、河野池神殿として開発された。山和川付け替え工事でできた数ある神田の中でも、最大の開発面積だった。村天保町、 休校給料ともに1706国余りを囲む範囲内がかつての深海池のあった場所。ありがとうございます。